いつも元気な服部管楽器、あなたの楽器買い取ります。チャンネル登録もよろしくね。楽器を売っても買っても嬉しい服部管楽器。西巣鴨。こんにちは、中原瑞希です。今日はバックのヴィンテージフリューゲルホルンをご紹介します。この182というモデルはアメリカのジャズミュージシャンウディ・ショーが使っていたモデルとして有名です。なかなか中古品が出回らないヴィンテージフリューゲルホルンです。コルネットのような形のフリューゲルですので、見たことがない方が多いと思います。私も初めて見ました。それでは気になる音色を聞いてみましょう。でしょうか。見た目は特殊ですが、しっかりフリューゲルの疾走感で音色もバッチリです。日本では入手困難な大変貴重な楽器ですので、ぜひ一度体感してみてください。服部管楽器西巣鴨では楽器の買い取りを強化しております。お家に使っていない楽器本体やマウスピースなどをお持ちの方は、ぜひ服部管楽器西巣鴨にお問い合わせください。そしてこの動画への高評価ボタンポチッとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。中原瑞希でした。